つの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら、ババン、はい、ワールドコレクタブルフィギュア。そちらから呪術廻戦の虎杖悠仁と乙骨憂太、はい、こちらね、週刊少年ジャンプ応募者全員サービスのやつですね。はい、乙骨と虎杖の二大主人公ということでね、はい、前回のね五条先生とゲートのね2体に続いてのバーコレフィギュア、はい、こちらをね今回は開封してご紹介していきたいと思います。では早速ね、袋の状態見ていきましょうか。はい、では最初に虎杖の袋ですね。はい、台座に支柱に本体と、はい、で乙骨の方も同じですね、台座に支柱に本体と、はい、では早速ね組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね早速見ていきましょう。まず虎杖から見ていきましょうかね。はい、こちら、はい、いやこれやっぱよくできてるな、このワーコレシリーズ。もうめっちゃかっこいいつうかね、造形がね素晴らしいね、うん、いやこれはいい。服装がねマットかな、つや消しですね、うん、で顔もね似てますね、うん、ここのね額から鼻筋にかけてのこの傷もね再現されてて、あと口ね、口の口角あたりのこのダメージ、これもねうまく表現されてて、もうすっごいよくできてます、うん、なんかこういうねミニフィギュアなんだけど塗装もねムラなくちゃんと塗られててすごくよくできてます。本当に髪の毛もねツンツン、うん、こういうね後ろのね刈り上げ部分もねすごい細かく造形されてます。はい、いやこれは素晴らしい、うん、いやめっちゃいいわこれ。はい、虎杖、はい、続きまして乙骨憂太、こちら、乙骨も素晴らしくないですかこれ。これめっちゃ原作イラストまんまですよこれ。このね顔のねこの表情、これなんて劇場のね乙骨と違ってね、この冷めた目つきっていうのかな、すさんだ目っていうのかな、うん、これでねよく再現されてますね。もう劇場で見た頃のね呪術廻戦ゼロの時の乙骨の面影がない感じうん、もうかなりちょっとね怖い感じはありますよね、うん、でこの刀もねちゃんとこの表現っていうのかな、ちゃんとよくできてますね。でこの鞘の部分のこの袋のねシワとかもちゃんと再現されてるし細かいな。で乙骨独自のこの制服ね、うん、フード付きので、髪型もねこの七三分けっていうのかな、こう流れるような髪の毛、これもよくできてるわ。もうこの顔もねもう原作イラストまんまで本当に似てるこれ。いやこれやばいな、いやこれは素晴らしい。今回2体ともやっぱ素晴らしいね。前回の下等と五条に続いて虎杖と乙骨、このコンビも素晴らしい出来でした。はい、ということでね今回は2体ご紹介させていただきました。この後ね回転台座に乗せてね回してお別れしたいと思います。この機会にねチャンネル登録していない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で。
ご視聴どうもありがとうございました。